お客さんの注文忘れてんじゃないよ。あ、小陽田さん、いた。ああ、やっぱりお約束のハリボテですか。ケータ捜査官、また会ったな。早速俺もこの町についていろいろ調べてみたんだが、やはりこのセントピーナッツバーグでも事件に溢れているな。本当に？妖怪たちが起こす事件や妖怪なら解決できそうな問題でいっぱいだ。よってケータ捜査官、君には頼み事も担当してもらう。吹き出しが出ている人や妖怪からは頼み事クエストを受けられます。クエストを解決するとご褒美の経験値やアイテムがもらえますよ。妖怪パッドのクエストアプリからは頼み事クエストの確認ができます。このアプリでクエストのナビをすれば目的地まで矢印が案内してくれますよ。ただし天気や時間帯によっては目的地に行っても進まないことも、あ、そういう条件があるのか。そんな時には下画面の矢印に禁止マークがつきますのでご注意を。クエストではストーリーと同じように目的の文章も見られるんです。下画面の切り替えボタンをタッチすればいつでもすぐに変更できますよ。やりたいことに合わせて2つの目的を使い分けていきましょう。 OK。 まずは腕鳴らしだ。3つほど頼み事を解決してくれ。マジか。それができたら君はもう立派な捜査官だ。この町の平和は君にかかっている。頼んだぞケイタ捜査官。はい。相変わらず強引ですね。クエストをやってみよう。キークエストをクリアしてストーリーを進めよう。 USA のキークエストを3つクリアしよう。んで、そのキークエストとはこれか。1つ目、サウスモンド地区の警察署に倒れそうな警察官がいるらしい。病気？それとも怪我かな？急いで様子を見に行ってみよう。警察官のところに行こう。警察署すぐそこやったよね。てか警察署のすぐ裏に構えとんか、このハリボテ。捕まるぞ。じゃあとりあえず警察署行きまーす。お、こいつか。ミートしたことが失敗したぜ。もう一歩も動けねえ。なんかヤバげですよ。どうしたんですか？倒れそうなとこの人？ヘイボーイ、この町の平和を守るためミーに力を貸してくれねえか？え？町の平和を守るピザ。注文したはずのピザが届かず、警察官も腹ペコで動けない。ノースピスタ地区のピザ屋で何か問題が起きているのかも。このクエストを受けます。ボーイ、感謝するぜ。実は腹ペコで動けねえのさ。そんなことでランチにピザを注文したんだが全然届かねえんだ。もうパトロールの時間だってのに腹ペコで動けねえのさ。ケータ君、これは大変ですよ。パトロールができなかったらこの町の平和がやばいでウィス。ピザのせいで。そこでボーイの出番ってわけさ。ピザ屋に行ってミーの頼んだピザの様子を見てきてほしいんだ。わかった、任せてよ。へへ、ボーイならそう言ってくれると信じてたぜ。ミーがピザを注文したのはノースピスタ地区にある店さ。では急いで行ってみましょう。この町の平和はケータ君にかかっているでウィス。町の平和を守るピザ発生。クエストメニューを確認しよう。このクエストをこのままナビしますか。ほい。ということで、あっちの方向か。あの青い矢印ってことやろうよ。オッケーオッケー、行くさ行くさ行くさ。ノースピスタ地区へゴーゴー。ちゃんと渡るからね。おお、危なかった。よし、ノースピスタチック。じゃ、ピザ屋に。すげえ、ハンバーガー屋とかもあるやん。どこどこ、あ、これや。ハンバーガー屋さん。ここは、信号ないんやね。オッケーオッケー。てか横断歩道を渡り寄るときにさ、ちょっとでもずれたらブッブーってなるやん。なんかシビアよね、微妙に。でも信号がないとこやったら横断歩道ちょっとずれたぐらい全然大丈夫なんやけどね。ここや。おーし、来たよ。オディオ、困ったな。オディオってなんやろ。おや、お客さんかい？すまないが今はピザを売っていないんだ。ここピザ屋さんでしょ？
焼き上がりに納得いかなくてね。こんなんじゃヘナヘナベーコンだよ。何それ、ベーコン。トッピングのベーコンがカリカリに焼ければマンマミーヤのピザになるんだけどな。どうやらトッピング用のベーコンに相当のこだわりがあるようでウィス。困りましたね。このままではピザが買えませんよ。ピザが買えないと町の平和が。そんなことで乱される町の平和って何？そうだ、ここは USA なんだし、ベーコンをカリカリにする妖怪とかいるんじゃないかな。どんな妖怪？いやいや、そんな都合のいい妖怪なんているわけございませんって。いつものパターンやな。あ、これはメリケン妖怪カリカリベーコン。いやー、世の中って広いでうぃすね。やっぱりいるじゃん。それって絶対ベーコンをカリカリにする妖怪でしょ。めっちゃピンポイント。とにかくカリカリベーコンは倉庫マーケットの肉屋でよく目撃されるそうでうぃす。よーし、それじゃあ倉庫マーケットへ行ってカリカリベーコンを探そう。マジか、倉庫マーケットに行こう。カリカリベーコン、めっちゃそのまんまの名前やね。あ、でもそっか、肉屋で目撃されよる。確かに売りよる肉の状態でカリカリベーコンにされたらちょっと困るよね。そういう意味で人を困らせるってことかな。信号ちゃんと守るよ。よし、オッケー。ピポ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 ー、ここやね。ほい、来た。ここがカリカリベーコンがよく目撃される肉屋さんでですね。どこにいるのかな。妖怪はいろいろなものに姿を変えているパターンがあります。なんか変だなーって場所があったら積極的にサーチしてみましょう。お、わかった、わかったよ。私も速攻でわかったよ、こいつやな。ほら、めっちゃ揺れよったもん今。おし、カリカリベーコンを見つけた。速攻やん。もうさっきの時点で分かったよ。よくも見つけてくれたな。カリカリカリ。そういうカリカリ。ねえ、ちょっと手伝ってほしいことが。うるせえ、カリカリしてるんだ。お前もカリカリにしてやるぜ。どういうこと？カリカリにしてやる、干からびる？カリカリベーコンが現れた。ハーモニーのお祈り発動。よし、頑張るぞ。上手に敵と戦う方法、それはみんなで一匹の敵を集中攻撃です。狙うで敵の妖怪に目印となるピンを刺しましょう。ピンがうまく命中すると味方の妖怪が集中攻撃をしてくれます。サボっている妖怪をうまく狙えば陽気玉や回復玉をポロポロ落としますよ。刺殺者順敵を集中攻撃すると刺殺技を止めることもできます。あ、そうなんや。ただし、その敵の前に他の妖怪がいると狙うことができませんのでご注意を。オッケー。バトル中、たまーにこんな感じの光る玉が漂ってくることがあります。ちょっと通りますよ。これがさすらい玉です。ピンで狙えばいいことがありますよ。陽気ゲージが回復したり、敵の妖怪が友達になりやすくなったり、バトル後にアイテムをゲットしたり、お金、経験値にボーナスがつくことも。損をすることはないので、さすらい玉を見つけたら急いで割っちゃいましょう。オッケー。じゃあ必殺技。あ、つなげろつなげろ。つなげろね。つながらない。全くもってつながらない。あ、そっか、これ全部つなげんといかんのよね。どう？あ、今邪魔が。邪魔が。最後の一個。これで、あー、やっと、やっとってやっつけてるんですけど、いやー、ハーモリーの見せ場が。妖怪ウォッチの戦いはね、こういうのがよくあるんよな。私、お前強えじゃねえか。カリカリカリ、ありがとう。俺と友達になりやがれ。上からカリカリベーコンと友達になった。かわいいね、声。カリカリベーコンにニックネームをつけますか？つけません。カ
カリカリベーコンの情報を妖怪大辞典に登録した。何族やろう、豪傑かな。手に入れたメダルは妖怪大辞典に送られた。何かあったら呼べよ、じゃあな。意外といいやつ。やりましたね。おお、お友達になれてよかったでうぃすね。うぃさん、そうだ、このアプリを渡しておきますね。アプリ？妖怪スポットアプリを手に入れた。妖怪スポットってなんだ？妖怪スポット？このアプリでは先ほどのカリカリベーコンのように街の中に隠れている妖怪について記事が書かれているのでうぃす。時々覗いてみるといいですよ。そういうアプリがあるなら早く言おうよ。カリカリベーコンとお友達になれたことですし、ピザ屋さんに戻りましょう。そやね。めっちゃ不審な目で見よるけど。ってことは今度からはそのアプリを調べれば、どこかしらで妖怪が化けとるような場所がわかるってことかな。よし。それじゃあピザ屋に戻るよ。ピンポンピンポーン。あ、こっちか。どこに行けばいいんやろ。まあ、どこに行けばってピザ屋に行くんよね。ノースピスタ地区デリシャス大通り。もう全然。あ、こっち違う。こっち多分なんか裏道みたいなとこに入るね。おーし、帰ってきたぞ。これできっと、ベーコンがカリカリに。カリカリベーコンを連れてきたけど、どうすればいいかな。ピザ屋さんに取り付いてもらうってのもなんか違うような気がするし。確かにそうですね。ピザ屋さんをカリカリさせても。ん？ケータくん、何やら店内から妖気を感じますよ。え、ここにも妖怪？店内の怪しいところを妖怪落ちでサーチしてみてください。よーし！え、妖怪がいるのかな？よし、調べてみよう。ということで。さあ。お？今、なんかこの辺。あ、ほらほら。どれ？これか。なになになに？なに？見えないんだけど。謎の立て札を見つけた。お、妖怪じゃない。なにあれ？あれは、謎の立て札。って、なんだっけ？図工、忘れちゃったんでうぃすか？図工って口で言うか。謎の立て札といえば、妖怪に謎が書かれていて、その謎に正解すると、妖怪サークルという謎の場所が出現するやつですよ。謎って言い過ぎ。何もわからんやんね。謎の立て札ですからね。そして、妖怪サークルに謎々の答えの妖怪を連れてくると、連れてくると、わかりません。え、わからないの？わかりません。そんなはっきり言われても。ですが、何かいいことが起きるのは間違いないんです。何が起きるかわからないのに？それって、怪しくない？ちょっと！本当ですってば。なんで本当って言い切れるんやろ。百聞は一見にしかずと言いますし、早速なぞなぞに答えましょう。妖怪ウォッチのレーダーに反応して発見できるのは妖怪だけではありません。その一つがポツンと立ってる謎の立て札です。立て札には謎々が書かれています。妖怪の名前を当ててみましょう。正解すると妖怪サークルが出現。答えの妖怪を置けるようになります。答えの妖怪を連れてくると何かすごいことが起きるでうぃす。あ、起きるはずでうぃす。なるほど。急に店の中にこんな立て札現れてもね。お、この妖怪いたーれだ。1、うすら影族。いつもカリカリ怒っている。見た目はベーコン。カリカリベーコンや。これはカタカナに直した方がいいんかな。決定。さあ、どうだ。まあ、絶対正解やけど。やったで。正解。近くに妖怪サークルが出現。てか、うすら影族なんや。豪傑かと思ったよ。さっき友達になったばかりだから楽勝でしたね。あ、でも性格的にはうすら影っぽいか。だね。そして出てきたこれが妖怪サークルでウィス。縦札に書かれた妖怪を呼び出すと、周りに何かしらの変化が起こるんです。
ベーコンがカリカリになるね。よし、じゃあ妖怪サークルにカリカリベーコンを呼び出そう。さあ、妖怪サークルにカリカリベーコンを呼び出すと何かが起きそうだ。カリカリベーコンを呼び出します。よし、俺の友達出てこい、カリカリベーコン。妖怪メダルセットオン。何の音楽もなくさらっと出てきたけど。妖怪サークルにカリカリベーコンを呼び出した。はい、カリカリ、やりましたね。早速カリカリベーコンに事情を話して、ピザのベーコンをカリカリにしてもらいましょう。カリカリベーコンお願い、ね、カリカリベーコンお願いがあるんだ、はい、ピザのトッピングのベーコンをカリカリにしてほしいんだ、はい、俺に頼み事か。いいじゃねえか、やってやるぜ。ありがとう。意外といいやつかもしれない。おじさん、ピザは焼けた？なん、何度やってもヘナヘナベーコンのままさ。え、ダメやん。あれ？カリカリベーコン自身がカリカリしないとダメみたいでウィス。マジか、怒らんといかんの。役に立たないな。カリカリベーコンって名前のくせに面倒な妖怪ですね。はい、なんだとカリー。お、カリカリしたんじゃない？呼び出しておいて面倒だと？頭に来るぜ、カリカリカリ。やりましたね。おー、やりましたね。カリカリし始めましたよ。よーし、じゃあきっとこれで。おー、急にベーコンがカリカリに。急に、どういう状態だ。あんまみーや、これならバッチリだ。どんどんピザを焼くぞ。お、調子が出てきましたね。やったー。はい、なんなんだよ、まったく、カリカリカリ。まあ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 、カリカリベーコンはここに置きっぱなしかな。ん？なんだい？ピザならもう焼けるぞ。このベーコンならマンマミーヤの焼き上がりにピザができるんだ。警察官のお兄さんに頼まれてピザを受け取りに来たんですけど。あ、そうだった。君、このピザを急いで彼に届けてくれ。マンマミーヤ、お客さんの注文を忘れてんじゃないよ。カリカリベーコンピザを手に入れた。さあ、営業開始だ。美味しいピザを焼きまくるぞ。行きますよ。それではピザも受け取ったことですし、警察官のお兄さんのところに行きましょう。ピザ、美味しそうだな。ちょっと、食べちゃダメですからね。お届け物ですからね。これはあれだね。お、カリカリベーコンのおかげでピザが買えるようになった。やったね。お兄さんにピザを届けて、で、ちょっと分けてもらわんと。報酬として。え？あ、ここのすぐ上ピザ屋なんや。へぇ、覚えとったら便利かもね。って言っても、この先、そんなにピザ屋に行くことがあるんかどうかが、よくわからんけど。警察署はもうちょっと左の方か。わざわざ遠いところから行ってしまったんやね、私。あ、でもまあ、警察署で依頼受けたし。近くから行ったら、ああいう感じになったもんね。しょうがない、しょうがない。だってピザ屋の場所知らんかったし。ふふ。おーし、警察署、これで、こんな安い感じで、街の平和は保たれる。おお、この香ばしいベーコンの匂い。ボーイ、ついにやってくれたな。やったやった。さあ、そのカリカリベーコンピザをメインにプリッとプリーズ。プリッとっていう渡し方はどういう渡し方はわからんけど。カリカリベーコンピザを手渡した。ワンダフル。早速いただくぜ。もぐもぐ、もぐもぐ。いい食べっぷりですね。俺もお腹減ってきちゃった。うわぁ、生き返ったー。やっぱりピザは最高だぜ。特にこのベーコン。カリカリっぷりが半端ねえ。ボーイ、恩に着るぜ。もうちょっとでヘナヘナが届くところだったよ。これでようやくパトロールに出っかけることができるぞ。よかった。パトロール頑張ってね。おうよ。こうしてこの街の平和は守られたのでウィス。一人の少年と一枚のピザによって、
やだな、なんか。いや、大げさすぎでしょ。クエスト、街の平和を守るピザ、バッチリ解決。やったね。ウィスウィス、お見事。これでとりあえず一つ目クリアね。錆びた指輪をゲットした。お、なに、ルーレットボーナスって。ルーレットスタート。これは勝手に止まるパターンのやつか。なるほどね。お、うわぁ。卵を手に入れた。やった。お寿司やん。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。